はい、皆さんどうもこんにちは、ぶどうです。ファイアーエンブレム風化雪月続きをやっていきたいと思います。クエストのね、外伝というかあれがあるんで、今日はこっちをやっていこうかなと思います。推奨レベル11やしね、サクッと出撃して行こう。そういえばまだ毒とか食らったことないな、状態異常は。レストがね、フレンが使えてるんで、いずれなんか活躍する時が来るかもしれない。自警団の危機、白雲の書エピソード7、呪術師のの、呪術師のの、はい、なんか見たことあるようなないような。あ、これ最初の模擬戦のマップじゃないか、多分。そうですよね、ここにだってマヌエラ先輩がいて、ここにハンデマンがいたでしょう。模擬戦のマップじゃん。敵を見ていこう。高速を見ていこう。12、そこまで大したことはないな。でアイテムはそこまで大したことないということで、多分いけますね。ローレンツ・ヘルマン・グロスタール、レオニー、物理系です。こう固めていって、ラファエル・キルステン、壁4人ぐらいで、あ、ベレと壁するか。こんな感じかな。特に身支度とかも他は大丈夫かな。じゃあ行きます。さあ行こうぜ。多分そんなに苦戦はしないと思うけどな、レベルがこっちの方が高いし。まず僕の出番のようだな。ローレンツ・ヘルマン・グロスタール、待て、ブリガンド、斧、ここ、あ、ちょっと待って、武器とか持た、いろいろ壊れた武器とか修理したんですけど、持たせてないな。さあ、どうするんだ？持たせてないな。焦らず戦おう。ベレット、ミスターマイカで、ヒルダ・バレンティン・ゴネリル。ベレット狙われるんだ。輸送隊、輸送隊主人公から取れる感じか。で、斧を、そう、これ直したんですよね。斧を受け取る。拠点でやっとけっちゅう話。クロード・フォン・リーガン、マリアンヌちゃん、ラファエル・キルステン、ラファエル・キルステン、そしてリシティア・フォン・フォーデリア、フレン。さあどうだ、避けた。そしてもう一撃、 OK。 これでいいだろう。いいぞ、みんなで強くなろう。速さが全然伸びない。速ささえ上がってくれれば。よし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 、加減すべきだ。いて、よしよしよし、もう本気出しちゃったじゃない。いいぞいいぞ、みんな。
先生、先生輸送隊から鉄の剣受け取って待機。レオニー・ピネッティ輸送隊、槍を受け取る。でローレンツ・ヘルマン・グロスタール。弓が来るな。弓ぐらい大丈夫よ。それかリシティアで受けられないか。ローレンツ・ヘルマン・グロスタール。で放射待機。フレン、リシティア、フォン・コーデリア回復。ありがとう。そしてクロード・フォン・リーガン、ヒルダ・バレンティン・ゴネリル。ああ、こんなところにマリアンヌちゃんで回復。ごめんね。よし、で、やだ。オッケー、いい勝負ができた。弓が来る。あれ、あれ、甘いぞ、甘いぞ。来ますね。縦一列になっとけば大丈夫とは思うんだけど、で計略使ってくるやつもいないから、倒しちゃうんだよね。ローレンツ・ヘルマン・グロスタール。よしよしよし、これでいいかな。でフレンで倒せない。この3人は全部物理系で近接だから、レオニー、クロード・フォン・リーガン、やめとくか。レオニーかな。レオニーでやる。よし、ここで手こずってる場合じゃないんだ。隣、そして先生でこっちで輸送隊で物をこう、ああ無理か。いいや、待機。ローレンツに来るな。ヒルダ・バレンティン・ゴネリルで壁して、3人ともローレンツに来るか。でリシティア、あフレンで回復。助かる。クロード、クロード・フォン・リーガン、リシティア・フォン・コーデリア、マリアンヌちゃんで、ラファエル。あ、スキップ。ああ、プラス押したらスキップになるんや。ちょっと近い戦闘で見ようかなと思ったけど、プラス押したらスキップか。どうしようかな。倒したんや、ローレンツ。いいね。そうやな。これ、一旦やっちまって、そしてサビた弓でこいつをさ、フレンでさ取れないかなって。取れるな。よし、リザイア。私勝ちましたわ。初レベルアップ。速さ速さ。あ、まあまあまあ、近づきましたわ。クロード・フォン・リーガン、宝探し。可愛いかな。ラファエル・キルステンで、
リシティア・フォン・コーデリアで、マリアヌちゃんで回復。キルダが食らってる。助かるよ助かるよ。いいね、速さ速さいいよ。どうしようかな。ウリザイアか。剣殺し剣殺し剣殺し持ってるな。ローレンツ剣殺しでここ待機させようか。ま、レオニーも持ってるよね、剣殺しで。で、こいつら、斧か。斧はまあ先生でいいんじゃないかな。で、ヒルダ、セダ・バレンティン・ゴネリル。で、レオニー。来るな。来てるな。来た来た来た。斧か。こいつら斧どうしよう。クロード・フォン・リーが戻ってきて、ラファエル・キルステン微妙に威力が足りない。先生いいね。迷いを晴らす。この経験は糧になる。そしてこいつね、まあローレンツここでいいね。ローレンツ、レオニーで、残りこいつをフレンと届かない、リシティア・フォン・コーデリア30を与えて、よし。で誰がいいかな。ラファエル、ちょっと待って、ラファエル・キルステン、ステアとコンビで倒す。鍛え方がちげえんだ。よし。で、フレン。フレンでライブ。助かっちゃうな。OK。で、マリアン。マリアンヌ、これでいいんじゃないか。一旦切ります。まあ敵もそんな強くないし、ついてやれば。ちょ、ローレンツ追撃が出らんな。全然レオにも追撃が出ない。見えた。魔法高いのか。先生高くはないよね。9とかやろ。あ、10か。攻撃10。あ、なるほど。フレン、リザイア、よし。お兄様褒めてくださるかしら。OK。 ヒルダ・バレンティン・ゴネリル。敵は19。いいね。OK。 はい、ヒルダちゃんの勝ち。そして先生、
先生で。どうだ、その身で学べ。おお、先生必殺多いな。オッケー、賞賛はあった。だいぶレベル上がった。マジ速さ、速さが全然来ないこの男。頼もしい、頼もしい。ラファエルキルステン、おお強い。ラファエルキルステン、ラファエルこっちから行こう、こっちから行って行って、斧で叩き割られた、痛いやろ。まだまだ、どんと死ぬよ。金塊入手。あ、ちょっと待って、ローレンツヘル、あレオニーは、あ、いいね。じゃあローレンツでここで、これや、で再移動してここで下から探し、錆びたコテかで、レオニーとどめやけど、その前に回復できる人は回復しとこう。意識って、ああ届かない、無理か。マリアンヌちゃん回復、ライブ、ラファエル、ありがとな。でローレ、ああレオニーピネッリでとどめかな。これをさ、ここで行ったら、あ、つかないんだ。よくわからんな。ふっ、よし。女っぷりが上がったか。オッケー。まあ経験値稼ぎのマップでしたね。先生の速さがちょっとね、16ぐらいあってほしいんやけど、せめてそんなに速さの成長率は悪くないと思うんですよね。単に運が悪いだけだと思うんだけど。ありがとうございます。傭兵だし、個別指導、うーわ、やる気不足。うわー、もったいな。みんなやる気がない。ね、カスタムでね、進行と断りを学んでほしいな。もったいな。進行と馬術を鍛えて、馬術ね、空飛んでほしいっちゃんね。マリアンヌちゃんどっかな。いいえ。ひどい先生だ。あ、お手紙、金字架のブレス、あ、そんな感じなんだ。ツリル、お茶会開く。ツリルか。先生、僕に何か用ですか。ありがとう。ツリルとリシティアってどっちが年下なんだろう。なかなか冷めないな。え、好きなお菓子、一番にいる子供の話、
ツイリルってどの学級の子なんだ。学級に所属してるんだっけ。なんか紋章新しい足から眺めてよし。あんま固い話は好きじゃないやろ。もし大修道院を追い出されたら他に行く場所なんてないんです。僕照れるっておかしいやろ。違うよ。え、違うの。あ、まだ仕事が残ってるんだった。感心するのか今の。ごちそうさまでした。またね先生。仕事って何。すごいで、なん。オラ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 。少しこういうことでした。オラオラオラ。よし、さあ、でこの日も外伝に行こうかな。フリーマップ。よくやってくれたな。よくやってくれたな。よし、出撃しよう。これをやろう次は。うん、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。